ハイキューの公開直前 PV を見て涙が止まらないみんなの反応集。ではどうぞ。情報量もさることながらやっぱり作画も全てにおいてクオリティがエグそうで涙が止まらなくなったわ。マジでこの試合を映画化するってのは天才だけど100心配だったんだよな。って気持ちも杞憂で終わった。マジで最高すぎる。本当に全てのクオリティがレベチ。全てがかっこいい。はぁ、みたい。作画すごすぎないか。主題歌も含めて最高が凝縮されてて圧倒的すぎた。本当に最高。早く見たいです。もう早く見たいです。何回劇場に足を運べばいい。こんなクオリティ出されたらもうどうしようもなくなっちゃうよ。全てが素晴らしい。やっぱりハイキューは最高です。本当にバレーボールは楽しい。これだけでも熱がとても伝わる。もうまた早く見たくなってる。もう一回がない試合始まります。いよいよですね。みんな食い散らかさられましょう。漫画で読んだあの白熱のシーンが映像で見られるなんてゾクゾクします。予告を見るだけで目頭が熱くなります。映像やばいなぁ。ここは舞台でも本気でやってみたかった。ハイキューで、やっぱりゾクゾクする。まっすぐな言葉の強さがすんごい。初期ひなた本当に可愛いね。バレー好き。 CV 村瀬あゆみの破壊力よ。レシーブで人が交差するとことか、すごいよくできてる。あんな感じだもんね、リアルバレー。そしてクロウさんはレシーブが上手いとこがかっこいいんだ。クロウさん、クロウさん、自分風に言い換えるなら成果を出すのに近道がないってことだけ。走ってる。あさっての公開が心から楽しみです。まだ私にもやれることはある。はっはぁーって黒が言ってる。駒が配球の中で一番くらいで好き。中村さんよ、あと食い散らかすぞ。はいいよね、かっこいいよね。最高。劇場版来週行くか。予告何百回も見てるんだけど、最初から最後まで涙ダバダバの自信しかないですね。クロウさんが動くたびに不整脈で死にそうだし、トビオのオープンも良すぎて予告でいつも泣いちゃってるからね。カラスブス猫楽しみすぎるな。祭りじゃあ。お早く聞きたい笑い。本当に饅頭監督戻ってきてくれてよかった。この直前予告でもう泣いちゃう。カラスのも猫魔もライバルだけど、お互いその存在が特別なんだよな。今コミックスを絶賛復習中だから、あのコマがこんな風にこんな声でこんな演出でっていうワクワクが止まらない。はぁ、本当に楽しみ。あと3日。映画までにまたゴミ捨て場の決戦前まで読み返してるけど、何回読んでも最高に良すぎる。予告から泣いてるんだけど、マジで箱ティッシュ持って映画館行った方が良くない？さすがに飛びすぎ。けど鳥肌立った。フォロワーさんからの後押しと、ハイキュー愛あふれるフォロワーさんに予習ポイントを教えていただいたのでありがとうございます。断然公開が楽しみになってきました。あかん、予告で泣いてる。食い散らかすぞ。こんなに泣くことある？直前で新しい PV、 どれくらい泣くのか想像つかない。泣き散らかすぞ。いよいよ明日試合開始だ。正直決着ついてほしくないけど、そんなこと言ってられないよね。3期までのエニメが慣れてるせいで余計に帰ってきた感ある。絵してるな。やっぱキャラ見せの良さはさすがの創作官千葉隆博さん。予告でこれだけ涙ということは、劇場版はきっと初回は涙呼吸ヒップで見られず、2回目も涙鼻水で集中できず。新 PV やばいやばい。そしてオレンジかかるタイミングも最高すぎ。初日妹と土曜は家族全員で見に行きます。宮城出身としては宮城が聖地の作品としてリスペクトしています。長年続いてきた作品がこの劇場で FINALとなると感慨深いですね。いよいよ明日、お一人様で見に行ってきます。おばちゃん一人でも大丈夫かな？この予告だけで涙ボロボロなんだけど、どうしよう。私明後日大丈夫？予告で黒の食い散らかすぞ。が聞けるとは思わなかった。ついに始まるんだね。楽しみ。配球の戦士たちがここにいる。
存在感、躍動感が凄まじい楽しみにしております。いよいよ始まる。必ず劇場で見ます。やばい、ガチで涙出たし震えたし心臓バクバクしてる。これどのシーンでも号泣してる自信しかない。ありがとう配給。鳥肌がすごい。この PV で大号泣してるのに映画行ったらどうなっちゃうんだ。もう一回原作読も。映画までに何回も見て免疫つけといた方がいいような気がする。まだ起きていた娘と見入ってしまった。そして自然と拍手がもう少しで見られる。誰もが待ち望んでいた因縁の戦いがいよいよ開幕。いっぱいいっぱい泣かせてください。研磨推しの私、感激これ映画館で見たら失神する気がする。この PV だけでもものすごい熱を感じる。熱い。待って待って待って、待ち望んだゴミ捨て場の決戦がもう目の前なんて。もう一回がない試合だー。この PV で涙目になってる私は映画館でフル映像見たらどうなってしまうんだろうか。大洪水か。主題歌も良すぎる。早速初日のチケット取りました。もう一回がない試合ではありますが、劇場では何度も観戦できるのが嬉しいです。ロングランになりますように。このプブを見るだけで涙が出そうになるくらい、ずっと待っていたゴミ捨て場の決戦がついに見られるんだなって思ったら本当に泣きそうだし、この映画を見るためだけに生きてたので本当に楽しみ。配給ファンが心の底から巻き焦がれていたご褒美タイムが始まる。もう泣いちゃうよ。みんなかっこよすぎだよ。楽しみすぎる。何回見てもいい。わかる。いいよね。うんうん。いやもうこれだけで涙が出る。ご褒美タイムだ。早く映画館で見たい。配給。お障害ジャンルとしてる友人、初日に有給取って見に行きます。テレビでは作り込めないところが映像にも音にもあると思うので楽しみすぎます。公開直前 PV 見てすでに泣いてる。あさって絶対映画館で号泣するわ。胸いっぱい涙腺崩壊。公開直前 PV 最高です。すでにスタンディングオベーションです。予告だけでもう泣いちゃいました。早く試合観戦したい。クロウの葉っぱー、本気でやばい。それに食い散らかすぞー。もう鳥肌が止まらないんよ。見終わった後すぐにもう一回となってしまいそうなので3日間チケット取りました。あんなに楽しみにしてたのに早く見たいような、まだ見たくないような複雑な気持ちだけど楽しむ。 CM 見ただけで興奮するし、ファミマ行くたびに声出して娘からはずって言われるし、もうこの短い PV だけで泣けてくる。早く映画館で見たいです。まだ始まってないのに必死に終わらないでって願ってる。待ちに待ち望んでいたゴミ捨て場の決戦ついに解禁。早く見たい。楽しみすぎる。予告で泣いたやばい。劇場で見たらずっと泣いてそう。あと少しで見れる。予告だけで鳥肌がやばいです。大きいスクリーンで見るのがとても楽しみです。どんな風に映画が出来上がっているのかとてもドキドキワクワクします。何回も見に行きます。本当に楽しみ。この1分30秒に泣かされる。ずっと息止めてたし、画面が暗くなった時の自分のニヤニヤ顔キモすぎる。わらわら何回も見に行きます。息子っちが一緒に見に行こうと誘ってくれたであります。もうこれ総集編じゃん。85部短すぎるって思ってたけど、1分半でこんなに満足度高くて心臓震えて泣いてるのに耐えれるかなー。焦点しそう。もうなんかさ、この PV だけで泣けてくる。早く見たい。もう一回がない試合。もう涙腺に来てるんやけど。やっぱここの2校の試合はいろいろ込み上げてくるよ。土曜日、隣でおえつをあげて泣いてるやついたらそれ私です。もうこの PV だけで泣きそうだよ。本当に楽しみ。試合だから勝ち負けあるのはわかってるけど、本当にカラスのにも猫まにも勝ってほしい。一巻から読み直して準備万全。体と心も整えて限界値を上げたけど、絶対泣く。予告ですでに泣く。終盤のあのセリフを大画面で見られるのが楽しみ。全部が一枚絵イラストクオリティなんだけど、これ配給見たことない人も見た方がいいんじゃないの。1分半の PV で全身鳥肌うるうる。みんながこの日を待ってた。今回は以上になります。
このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。